東京都立翼総合高等学校は東京都大田区本羽田三丁目にある都立高等学校である。いずれも総合学科。2002年東京都立羽田高等学校と東京都立羽田工業高等学校の全日制課程を統合して開校。なお、両校の定時制課程は東京都立六号高科高等学校へ移転した後、2007年3月を もって並行した。東京都教育委員会から以下の指定を受けている。羽田工業高校の名残が見られ、設備は工業科目を重視した作りである。そのため工業科目が多く設置されている。パソコンなど情報関連の設備も充実しているので、情報関連の科目も多彩である。また入学後は5つのコースに合わせて事業選択を行う。 その他の外国語では、スペイン語、中国語、ドイツ語、フランス語が2年次からそれぞれ年に2単位、選択履修できる。2.3年次には、約150の選択科目の中から単位を履修し、大学受験対策強化も多く設置している。英語は全学年で少人数の習熟度別授業を実施。生徒の男女比率は、おおむね4、6である。部活動が盛んで、 サッカー部は都立有数の強豪校として知られている。入試ではサッカーなどでスポーツ推薦を実施している。4月5月9月運動部文化部、同校会全体的に活発であり、運動部では陸上部、サッカー部、ハンドボール部、女子バスケット部が高い成績、実績を上げている。文化部では吹奏楽部が区内をはじめとする。 地域行事での演奏に力を入れており、2010年10月には、羽田空港国際化記念行事での演奏も行った。また2012年には、初の応募で見事に合格した東京ディズニーランドでの演奏も行った。主にサッカー部に力を入れているが、その他のテニスや陸上ハンドボールや、水泳の設備も充実しており、プールは全天候型の屋根開閉可能なプールである。 陸上部は南関東大会に出場している東京都立羽田工業高等学校主な出身者を参照。ありがとうございます。